皆さんこんばんは。今日は6月10日日曜日です。ラジオを聴く皆さんいかがお過ごしですか。では最初のニュースです。国王誕生日を祝う T シャツが発売されました。国家立法議会のピーラサック第2副議長は、総選挙は実施されるだろうが、いつ実施されるかについては選挙管理委員会が決めることだと繰り返し述べました。今月15日と16日の2日間、バンコクで第8回ピラワジ・チョープラやメコン経済協力サミット ACMECF およびその舞台協議が開かれました。続いてニュース展望です。今日は、今年はより均衡の取れた GDP 成長が見込まれるタイというニュース展望をお伝えします。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。